小林秀夫がやっぱりロシア文学にこう惚れるじゃないですか、まあそうですね、ドストエフスキー論がある種最初の主張みたいなところですよね。そうそうそう、あれもね多分それなんですよ。なるほど。つまりドストエフスキー何を学んでるかというと、ドストエフスキーの言葉で言うと、例えばナロードっていう言葉をまずすごく学ぶじゃないですか、うん、まあ、民衆って言葉だけど、うん、これが後々小林の中では読者っていうふうに言い換えられるし、うんうんうん、あるいはそのロシアの大地とかロシアの神って言い方をするんですね、うんうんうん、ロシアのキリストか、うん、そういうロシアのってわざわざつけるってことは、うん、もちろん政党は俺たちなんだと思ってるんだろうけども、うん、それはいかにもロシア的でしかなくて、うん、それは例えばドストエフスキーが白痴の中の、うん、無意識に白釈だったかなにこう固くするような、そういう像、つまりちょっとボケててどっか無垢でそれでとぼけてるような人間こそがキリストなんだみたいな、あれはソーニャの像とも多分重なるんでしょうけど、無垢でボケてるっていうね、無垢で無知だっていう、これが多分彼らのロシアの独特のキリスト感になっていくと。でこれに多分ドセスキーも、まあ、要するにそんな古いキリストは捨てて近代化しようっていうのが彼の最初の頃 で、うんうんうん、でそれ で捕まっちゃうんですね。そう、捕まっちゃうんですよ。革命結社みたいなのに入って、そうで、それで10年間シベリア抑留されて、うん、そこでロシアの現実を見て、まざまざと見て、うん、まさにヨナさんの言葉じゃないけど、どうしようもないもの本当にどうしようもないみたいで、つまりシベリアってシベリアの人たちも来るけども、もちろんね、うん、モスクワで捕まった戦車もいろんな人が流れされてくるわけですよね。でそこで本当に文字も何も読めない人から、うん、ものすごいインテリまでがいて、それが同じロシア人でいて、うんうん、それが心のよりどころが新約聖書だというところにロシアのキリストってのを見ると。ちなみに今のお話聞いてやっぱり思うのは、小林秀夫が、まあ、見ようによっては右傾化というか、うんうんうん、こう最初はものすごい俺は欧米の先端の文学理論全部読んだぜみたいなキャラで出てきたのに、やはりこう伝統の回復ではないでしょうかっていう方向に行く途中にこうドストエフスキー論っていうのが書かれているわけですけど、それってこう日本社会全体を見るといわゆる転向の季節じゃないですか、うん、共産党とかプロレタリア文学が徹底的に弾圧されて、うん、もうかつてはそのプロレタリア作家同盟とかに属してたんだけど、もう共産主義は捨てますと、もう反省をいたしましたっていう作家さんや評論家がいっぱい出てくる、うん、しないと小林武二みたいにさ殺されるみたいな、うん、やっぱりそれを重ねて見てたところあるんですか、小林には、ドストエフスキーに注目するとき。こういうのってやっぱり歴史の中で選ばれた人なんだなって時々思うところがあってはいはい、はい、要するに僕は偶然だと思いますよ。あ、なるほど、うん、完全に偶然だと思うんだけども、 それがちょうど今おっしゃったように昭和8年にプロレタリア文学が弾圧されて大量転校が起こると、うん、で昭和10年あたりから彼がドストエフスキーの生活の連載を始めるんですね、うん、なるほど。でドストエフスキーに関わり始めたその前の確かに昭和8年とか7年だから、うん、確かに一緒なんですよ、うん、で出てきたところが伝統という言葉だから、うん、しかもそしたら昭和10年に例 の、 日本ローマ派が出てきて、うん、安田裕次郎が日本回帰と言っていると、うんうん、で一方でこっち見ると天皇機関説で国体名調運動があると。そうです、ね、だから国体名調と日本ローマ派と、うん、ドセスキーを学んで出てきた小林が伝統と言い出すっていうのが、うん、重なっちゃうんですね。なるほどなるほど。そうするとね、それはやっぱり意味に引きずられるから、うん、読んでるのかどうかわからないけど、小林の言葉が意味の中に回収されていくんですよ。まあ日本回帰の時代ですねみたいな感じになっていくわけですよね。だけど重要なのは、戦中にも昭和16年以降にもですね、彼はカラマーゾフの兄弟論をずっと書いてるんですよ。なるほどなるほど。そういう形で、西洋近代とも対決してたし、うんうん、ずっとね。でかつ近代の彫刻っていう例 の、 悪名高い座談会ありますけど、うんうん、あれ香取哲太郎がこうまさにやった、で文学界に載ったやつですけど、うん、あん中で近代つまり西洋を乗り越えるんだと、うん、で普通の人たちはみんな日本魂で乗り越えるんだみたいな話になるんだけども、うん、小林だけはこう言ってますよね。近代を乗り越えるのは近代においてだけだと。すごいひねくれてるんですよね。今こそこう日本が近代を超えたみたいなこと言った方がわーってなるのに、うんうん、いやいやそんな簡単に近代って超えられないよっていうことを。そう戻っていそう、だそういうことを丁寧に見ていったときに、小林がどこに足を、ね、置いていたのかっていうのがだんだん明らかになると思うんだけど、なかなかだからそれが戦後のどさくさの中で一気に、うん、まあはっきり言いましょう、もう戦後って僕の目からすると左翼しかいないんですよ。じゃあもうちょっと丁寧に言いますね、丁寧に言いますよ、うん、文学業界に限って言えば雑誌が2つ出てきて、近代文学と新日本文学なんです。要するに後者が共産党直系、前者は共産党系ではないが、まあそのシンパシーはあるあるというよりはこれね、転校組なんです。ああなるほど、戦前転校した人を引き受けたと。
で戦後はだから素直に共産主義は言えないから、うん、近代主義的な衣をかぶりながらちょっと左言いたいみたいな、うんうんうん、なるほど。これがほとんどメインストーリームを作るから、うん、そっからすると小林なんてのはもう右翼の右翼の右翼どうしようもないですみたいな感じになるわけでしょそれもだからね戦後知識人の僕はなんか怠慢だと、うん、なんでそれを拾えなかったのかという気は、うん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 、実は正直ずっとしてますね。なるほどなるほど。戦後文学の話になったんですけれども、いやその浜崎さんが小林秀雄や福田常有と並んでこだわってる文学者に三島由紀夫がいますよね、うん、ちょっと先ほどのとにかくロシア人目線では、いやいやだから安全保障の問題なんだから妥協可能じゃないって言っても通用しないっていう、うん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 、とにかくウクライナはロシアと一体で会ってくれない限り、いやいやだからねそこは米軍基地だけは作りませんって、これはもう約束できるんだとか言っても絶対受け付けないみたいなのを見た時に、三島由紀夫のそれこそ文化防衛論っていうのを僕なんか思い出しちゃったりとかしたんですよね、うん、なるほど。であれに有名な一節がありますよね、うん、それ当時は三島由紀夫がああいうどんどん決起に向かって、うん、ザ右傾化していった時っていうのは革新自治体がどんどんできていく時代ですから、社会党共産党が推薦して知事とか市長になる人がどんどん増えていく時代だから、うん、三島はある意味こう過剰な心配をしていて、このままいくとこう天皇制下の共産主義体制みたいな日本ができる恐れがあると、うんうん、はいはいはい、しかしそれは語義矛盾だと、うんうん、そんなものはすでに日本じゃないんだみたいなことを、文化防衛論で、だからこれに我々は断固立ち向かうべきみたいなことを書くわけですけど、うんうん、なんかこうプーチンの頭の中とかも絶対いやいや欧米型民主主義のロシアというものができる可能性があると、マイダン革命がウクライナであり、うんうん、それがこう似たことが例えばジョージアでも起き、うんうんうん、でやがてロシアでも、うん、今は俺がドーンとやって抑えてるから大丈夫だけど、例えば俺がいなくなった後に欧米型の選挙で選ばれたロシアの大統領が誕生する可能性がある、うんうんうん、しかしそれはもはやロシアではないと、うん、絶対思ってると思うんですよ思ってるでしょうね絶対思ってて、で、うん、どっちもすごいこうボディービルダーでマッチョ性でしょその我が国の偉大なこうなんか武勇の伝統を俺はもう肉体からして再現している、うんうん、なるほど、これだって、なるほど、これにぬかづくべきなんだみたいなって、で一方でやっぱり全然違うのは、そういうことを言う三島っていうのはこうなんかみんなすごいねとは思ってるけど圧倒的なマイノリティで、うん、誰も本気で全員がありについていくことは起きないのに対して、うんうん、ロシアはマジョリティになっちゃうんですよね。いや本当そこの違いっていうことがきっとあるんだろうなと思うんですよね。これ今の話聞いてってちょっと思い出すのは、僕ね受動性の高さだと思ってるところあるんですよ。受動性の高さ、どういうことかというと、はい、まさにさっき言ったスピノザの議論でもあるんだけども、うん、能動的な人って、いますよね、つまり元気な人って言うんですよ、うん、その元気な人って力能が高いってスピノザの言葉で言うとそういう言い方になるんだけど、それはね、大体孤独じゃないんです、はあはあ、つまり何かと必ずカップリングをしていて、うんうん、そして力能がある程度高い人間というのは、うん、孤独をどうにかして回避できているという感覚が常にある、うん、そういう人間は極端には多分走らない。あなんだけども、はいはいはい、力能が低下している、つまり受動性が高いところに生きている人間、うんうん、特に三島はとてつもなく受動性が高い人間です。はっきり言うと究極の孤独です、うん、あんな孤独な人を僕は日本近代文学史の中で見たことがない、うん、もしいるとしたら芥川や太宰、うん、あるいはその先祖として、夏目漱石を挙げてもいいかもしれないけども、その中でも最たるものが僕は三島だと思う、うん、それぐらい孤独な人ですよ、うん、その孤独な人間はね、やっぱりどこかでその孤独を乗り越えるために、うん、枠組みを作りますから、うんうんうん、その枠組みを、彼なりに誠実に、構築しようとしたのがあの例の文化防衛論で、こういう形だったら私の孤独は乗り越えられるという話なんですよ。あれでもそう考えると、でもやっぱりその、プーチンも見るからに孤独な、そういうことなんですよ。ですけど、逆にその欧米型の自由民主主義っていうのはこう孤独なやつがトップになりにくいようなバリアっていうのをいろいろ張り巡らしてるっていう工夫に気づかされますよね、うん、そう、そういうこと。だってアメリカ大統領選挙ってまずこう大統領候補、副大統領候補のペアで出てきて、うんうんうん、でああいう社会ではそのシングルって許されてないから、実情パブリックなところに出てくる、大統領候補副大統領候補がペアで出てきて、最近の流行りは例えばこっち黒人ならこっち白人とか、こっち男ならこっち女とか でその候補がそれぞれにパートナーがいて、こうあの当選したらファーストレディーになるワイフでみたいな感じで、こうみんなこんなにカップリングして俺ら孤独じゃないよって PR して
できる人しか政権を基本取れない。取れないんですよ。まさかロシアは取れちゃうんですよね。だからみんな勘違いしてるんですよ、根本的な。奇襲と速度は全ての作戦だった、うん、中立でなければならないって建前になってると。主権を尊重してこなかった。だからみんな勘違いしてるんですよ、根本的な。奇襲と速度は全ての作戦だった、うん、中立でなければならないって建前になってると。主権を尊重してこなかった。